21世紀国家ビジョン研究会は民主党のグループ。略称東京都選挙管理委員会届での名称は国家権、通称は小沢一郎のグループとの区別から小沢ジ人グループとされる。なお、報道によってグループ名の表記にブレがあり、21世紀を21シート表記あるいは省略するもの国家ビジョンを国家モデルあるいは 国家像モデルと表記するものがあるが、会長の小沢栄人は、環境大臣記者会見において、グループ名を、21世紀国家ビジョン研究会と紹介している。鳩山幸夫内閣総理大臣、民主党代表が辞任し政界引退を表明した直後の2010年6月9日に、鳩山グループに所属する小沢栄人前環境大臣と、羽田雄一郎。 イガラ文彦、大谷信盛、菊田・真紀子、北上慶郎、城島孝力、高山里友野豊、山原育ら、小沢栄人に近い国会議員が呼びかけ人となって結成され、8月2日に第1回勉強会を開催した。2011年に入ると活動を活発化させ、2月1日に政治団体の設立の届け出をし、4月12日に、 赤坂に事務所を開設した。さらに、小沢栄人は、次期民主党代表選挙への出馬に意欲を示し、グループを中心に推薦人集めに奔走したが、支持が広がらず、最終的には、支持層が重なる海江田万里経済産業大臣に、候補を一本化することで出馬を断念した。小沢栄人をはじめ、いがらし、大谷ら鳩山グループ出身議員が多く、会員は、 約45人と報じられた一方、2011年4月12日の事務所解説の会合には約15人の国会議員が出席するにとどまっていた。北欧型の福祉国家をモデルとした幸福し、中負担の社会保障の実現を主張し、アメリカ型の新自由主義には会議的であったほか、不況を悪化させる増税には反対していた。2012年11月に、 会長の小沢栄人、事務局長の初鹿秋広ら幹部が民主党を除籍され議員グループとして消滅した。は、ぶっこしゃ。ありがとうございます。